塩化アンモニウムの飽和溶液から星型の結晶を析出させるという比較的オーソドックスな実験なんですけども、すでに20ml の試験管にそれぞれ水を20ずつですね、もう着色してあってサンプルを2つも作ってあります。でこの水溶液を作るときにですね、塩化アンモニウム結構使うんですね。20に対してだいたい9.5 から10ぐらい溶かさなきゃいけません。塩化アンモニウム入れるのが一苦労で、薬包紙を試験管の上にこう配置させておいて、こぼさないようにですね、実際の現場ではここが一番大変なとこなんかじゃないかなと思うんですけど、濃度が変わっちゃうんですね。かといって大きな試験管使うと結構試薬が結構量がいってしまうので、この20ミリの試験管でやるのがちょうど、予算的にも、リーズナブルかなと思いますね。あとちょっとで入りますね。で量を測るときは電子天秤でビーカーで測って、こう入れるときはこう薬包紙で試験管に入れると。ここに水を決まった量ですね、20入れるんですけど、これも、入れすぎたりするとやり直しになってしまうので、うまく結晶狙った通りできないので、あらかじめもうメモリ付き試験管ですね、もうこっちに最初にもう決まった量を用意しておいて試験管に移す。これだとトラブルが少なくて、うまくいくんじゃないかというふうに思います。でせっかくなので食紅でこちら2つのサンプルと同じように食紅を入れて色をつけておきます。この後これを加熱して溶かすんですけど、事前に油浴ですね、油浴少し温めておいて、これただ水なんですけど、こちらの方に移して少し温めておけばそれだけ早く時間を要さなくて済むと。で温度計を入れておくのは、積出温度大体どのぐらいで、結晶ができるかっていうのをね、モニターするためにも必要だと思います。今60度ぐらいですね。これを70度ぐらいまで上げて、70から75ぐらいですね、上げて溶かします。でその後、必須ではないんですけどね、ゴムキャップを入れて、今キャップしてしまってもいいんですけど、圧力で熱でですね飛び出すことはないと思うんですけど、後でこう操作してるうちにね、こぼしちゃったりなんかするリスクを考えると、先にゴム栓しちゃった方が安全かなと思います。一旦溶けるまでこれ待ちたいと思います。後で作成したこの赤の方ですけど、下の方にこう溜まっちゃってるので、キャップを押さえながら振って溶かすと、振ると早く溶けてくれるかなと。温度が上がってきてちょっと心配な場合は、ちょっとここでちょっと空気を抜いてエア抜きをすると安心かなと思います。はい、今大体75度ぐらいで、もうあらかた溶けたかなっていう、若干残ってますから、あとは冷ますだけなんですけど、この段階で完璧に溶けているかどうか確認しておくことが必要ですね。結晶がちょっと残っていると、そこからわーっと析出してしまうので、この状態で、あとはゆっくり冷ましたいと思います。先ほど試験管立ての方に移したんですけど、ちょっと見えにくいっていうのと、光をこう反射しちゃう時があって見えにくかったりするので、ビーカーに水を入れてですね、
そこに3本の試験管を置くことにしました。あとはですね、この結晶ができる瞬間が見えれば一番いいんですけど、なかなかその時間を捉えることがですね、なかなかタイミングを捉えることが結構難しいので、事前にね、練習をしとけばね、分かるんでしょうけども、もうすでに赤いやつがそこの方からも出てきてますね。赤いサンプルの方が結晶化が始まったみたいですね。緑の方も出てきましたね。こういう結晶系の実験は撮影するのが結構タイミングを測るのがすごく難しいですね。ライト切ってみます。